大爆発が始まった時、すべての物語は決まっていました。星が降り、いつか命は絶える。真理が現れ消える。これはいわゆる運命です。
悟空座標計測完了。魔力注入開始。心理承認度 42.87%。 召喚対象が異なる次元にいることを確認。次元を削って召喚するわ。心理承認度 73.23%。 世界線統合。天空の滑る王よ、召喚の力を私にお与えください。心理承認度 100%。 反応があったようね。さすが天才美少女。真の姿を我の前に示せ。契約のもと、真理の名が命じる。要がこの世界のダルマ・クリスの剣だから、定めを超えるものすべてが殺す。今日私たちはここで戦死する覚悟である。正解は大きいが、人間の居場所がないのだ。そう、これは人間最後の尊厳を守る戦いなのである。人間に栄光あれ。あれを使えば、あなたがこの世界の破壊者になる。それでもよろしいですか？はい。覚悟はすでにできています。覚悟はとっくにできている。我が正義と我の美しさの前に、曇りの空で、私は世界で奪うか。神の裁きの軍団長。つまらない結果だ。Thank you.
せるわ。はい、覚悟はすでにできています。Thank you.